グッドモーニング YouTube。今日は再生確認発信、南先生より、遅れ捨て身じゃなくて、ノン捨て身ですね。お話ということで、ノン捨てってあんまり、治療目標とか定まってないと思うんで、すごい興味があります。お願いします。はい、よろしくお願いします。まあ、前回捨て身の、遅れの捨て身に関しての論文だったんですが、今回はノン捨て身の、遅れてきた場合どうなるかっていうふうな、論文になります。先にコンクルージョンですけれども、ノンステミ患者でですね、病院受診が遅れる要素っていうのは、ここに示された6つの要因っていうのがあるようで、高齢かつ女性、あとは非典型的胸痛、あとは呼吸困難や糖尿病を有している患者、一番多いのはこの EMS を使ってないっていうのが多いようで、こういった要素があって、病院受診が遅れるとですね、今回は3年でフォローされてますけれども、長期予後が悪いというふうな報告になります。AMI 患者のアウトカムっていうのは、以前に比べれば改善傾向で、この青いのが1995年。で、この下に行くにつれて、また年代が新しくなって、一番下にある赤いのが2015年なんですけれども、PCI などの治療法によってですね、AMI 全体のアウトカムっていうのはこの20年間で大幅に改善していることがわかります。ステミ、ノンステミっていうのは、ただ依然としてもですね、やはり死亡率っていうのはまだ高いままっていうのが現状です。で、実際ステミと、ノンステミっていうのは、病態、それから治療等っていうのがやや異なっていて、その転機も異なることが一般的に知られております。一般的にはそのノンステミっていうのは、この急性期の、早期死亡率っていうのは、ステミに比べれば若干低くはなるんですけれども、長期死亡リスクっていうのは高くなるということが示されています。一応その理由としては、ノンステミの方が、リスク因子であったりとか、あとは併存疾患、冠動脈病変が、より複雑であるということが多いっていうのが、背景にあるというふうに述べられております。で、最近ではそのCOVID の、パンデミックの影響でですね、各国で AMI 患者の入院率っていうのが非常に少なくなっているようです。これはイタリアの報告ですけども、AMI 全体では2019年に比べて2020年には約半数になったようで、特にノンステミで見てみると65% 減というふうになっているようです。ただその一方でですね、AMI の死亡率っていうのは、この1年で大幅に上昇していて、AMI 全体で見ても3%から約 10% に上がっているようで、ノンステミで見ても約 1.7% から 3.3% と、やや上昇しているということが、イタリアから報告されておりました。で、同じような報告はアメリカでも報告されているんですけれども、ちょっと COVID 時代という特殊な時代に入っていて、そういった傾向があるようです。一応これっていうのは、胸部症状が出現してもですね、病院受診するとそこで COVID に感染しちゃうんじゃないかっていうふうな、心配であったりとか、特にノンステミの場合は、症状を我慢してですね、自宅で経過観察してしまうことが、一つの原因というふうに考えられているようです。で、AMI 治療の遅れっていうのは、短期的にもですね、長期的にもすごい予後を悪化させる可能性があって、比較的急性期の合併症、それから長期的な合併症、それから多臓器のですね、いろんな救急要請のシステムであったりとか、そういったところのシステムによる問題点っていうのもあって、一応それを、そのコロナ禍でもですね、通常通りの ACS の管理できるようにということで、一応遠隔診療であったりとか、医療従事者の感染防御を徹底した上での、診療であったりとか、これまで通りその AMI 患者の早期診断、治療っていうのを行うように一応工夫はされているようです。で、これが前回僕が JCO で読んだ論文になります。ステミに関してはですね、オンセットから12時間以内の、発症であれば、プライマリー PCI を施行するっていうふうに、クラス1での適用となってまして、で、実際そのステミ患者において、その発症から治療までの時間をですね、いかに短縮させるかっていうのが重要な課題となっております。で、これは僕が今回読んだ論文と同じレジストリーで検討された韓国からの報告なんですけれども、
ステミの場合はですね、まあ、発症して、それから12時間以降に遅れてきた患者さんっていうのは、まあ、発症してから12時間以内に受診した患者よりも、まあ、死亡率は約1.6倍高いっていうふうに、この論文では報告されました。で、その背景では、まあ、ここで青いのが12時間以内に受診した患者群なんですけど、こちらは、まあ、遅れて受診した患者群ですね。で、この12時間を境目にですね、侵襲的な、まあ、PCI であったりとか、そもそも CAG とかもそうなんですが、そういった侵襲的検査が急に行われる、まあ、実施率が急激に下がるっていうのが一つと、あとはこれも、まあ、180日、3年予後で比較してますけど、やはりこういった12時間を境目に死亡率が上昇したというふうな結果でした。で、このスタディの、まあ、患者背景ですね、ちょっと見直してみると、まあ、遅れの MI っていうふうにこの時は表現しました。まあ、この場合はステミなんですけれども、まあ、その患者の特徴っていうのは、まあ、高齢、女性、あとは、まあ、時間外の入院が少ない。まあ、要は、夜間とか、休日の受診が少なかったっていうのと、あとは救急要請が少ない。あとは退院からの転院が多いっていうのが、まあ、そういう、まあ、患者背景としてですね、まあ、示されております。これは前回の論文になります。一方で、ノンステミ患者でも、まあ、ステミ患者と同様に、早い段階で、まあ、血行再建を行うことで、予後が改善する可能性っていうのは、まあ、考えられてるんですけれども、そのエビデンスに関しては構築されておりません。で、ただ、以前にはですね、ノンステミ患者に対して、まあ、早期に血行再建を行うべきかどうかっていうところを検討されていて、まあ、治療を早期に、行う、まあ、アーリーグ。まあ、これは、確かですね、症状発症してから36時間以内だったと思うんですけれども、まあ、そういったアーリー群と、それを超えて、来られたディレイ群っていうふうに分けて、まあ、比較されてますけれども、この180日時点の死亡率っていうのは、この時は、まあ、早く治療しても遅く治療しても予後っていうのは有意差は見られませんでした。で、さらに、ちょっとこれはまた別のスタディではあるんですが、1200日、約3年くらいですね。のフォローアップでも、まあ、こちらでも死亡率に有意差は見られなかったというふうになっています。で、ただですね、このグレーススコア、まあ、要はその、まあ、ノンステミ ACS 患者の、まあ、そのリスクスコアっていうところなんですが、まあ、これは高ければ高いほどリスク高いというふうになります。で、特にハイリスクスコアとなる、まあ、140点以上のですね、患者においては、どちらかというと早めに血行再建してあげた方が、まあ、良さそうというふうな結果でした。これ、早めっていうのは24時間以内でしたっけ？これですね、ちょっと論文ごとで差があって、確かこちらが36時間で切っていって、こっちが24時間とかで切ってる話なんですよね。で、こっち確か、の、ごめんなさい。どうぞ、すすいみまません。ん。こっちのサブグループはですね、こっちの論文のデータなんですけど、確かそれでは、36時間で確か切ってたと記憶してます。確かこれ、アーリーの平均が確か十何時間とか何時間とか。カットオフはそこら辺ですけど、実際はそこら辺だったっていう話とかあったりしますよね。結構ばらつきありますよね。なんか平均するともうちょっと早いっていう話だった気がします。すいません。で、こちらは日中のガイドラインになるんですけれども、まず、まあ、今回はノンステミの方で、フォーカスしてますけれども、ノンステ ACS の患者に対する治療戦略っていうのは、まあ、ティミリスクスコアであったりとか、グレーススコアっていうの、まあ、リスク層別化をまず行うこととされています。で、その中で高リスクと、まあ、判断された場合には、早期に侵襲的治療を行うこととされていて、まあ、中等度以上であってもですね、まあ、可及的速やかに、まあ、対応することというふうに記載されています。で、ただ反対に、その低リスクの患者においてはですね、早期の治療を、まあ、選択すべきではないというふうに、記載されてまして、まあ、待機的に、まあ、治療を考慮することというふうになっております。で、そこで、まあ、今回は、そのノンステミ、遅れのですね、ノンステミ患者に関しての、まあ、クリニカルアウトカムと、まあ、あと患者背景について、まあ、どういった要素があるのかっていうところで、まとめの論文になります。まあ、目的としては、まあ、これまでは、そのステミ患者において、発症から病院受診までの時間と、そのアウトカムについて検討されてるんですが、まあ、ノンステミ患者でも同様の結果が得られることは想定されるんですけれども、まあ、実際には検討されてませんので、まあ、今回はノンステミ患者の症状の、
症状出現から病院受診までの時間と3年予後の関連について、調査することを目的としております。方法なんですが、2011年の11月から2015年12月に、これは韓国で行われた、AMI 患者のレジストリーっていうのを用いております。で、このレジストリーには、その AMI 患者1万3000人が登録されていて、フォローアップ期間の中央値は約3年ですね、1098日間のアウトカムを解析したものになります。AMI 患者のうち、その中で、ステミの患者、それから CAG を施行されていない、あとはフォローアップから逸脱した患者っていうのを除外して、最終的にはノンステミ6544人を調査しています。で、この患者集団において、発症から来院までの時間ですね、今回はシンプトムトゥードア、STD というふうに表現しますけど、症状発症から病院受診までの時間に応じて、すみません、このアーリー群、24時間以内に受診したアーリー群、それから24時間以上を超えてから受診したディレイ群というふうに分けて、比較検討しております。で、プライマリーアウトカムは3年間の全死亡、で、セカンダリーアウトカムは全死亡と、心筋梗塞の再発、心不全入院の、複合イベントというふうに定義しております。で、早速結果に移りますけれども、AMI 患者1万3000人のうち、ノンステミが6544名。で、その症状出現から病院受診までの時間、STD タイムが、24時間未満の患者が4717名。で、ディレイ群というのが1827名でした。一応これ割合で見ると、アーリー群に関しては 72%、ディレイ群は 28% の割合でありました。で、患者のですね、平均年齢というのは65歳。それから男性の割合っていうのが、71% でした。で、ディレイ群の方はですね、ごめんなさい。ディレイ群の、まずその、症状発症から病院受診までの時間っていうのは72時間ですね、中央値で。一方で、アーリー群に関しては 3.9 時間と、かなり大きい差が開いております。でディレイ群では、アーリー群に比べてですね、非典型的な共通の割合が多くて、あとはキリップ3以上ですね、の方が多い。でさらにグレースリスクスコアっていうのを今回用いてますけれども、やはりそちらの方が、点数としては高くて、リスクの高い患者の割合が多いということがわかります。で併存疾患に関しては、ディレイ群では高血圧、糖尿病、それから CKD の割合が優位に高く、で反対にですね、PCI の起用、これまでの PCI 歴っていうのは少ない。そして、心疾患の家族歴も少ないというふうな結果でした。で、これ受診時の LVF なんですけれども、ディレイ群の方が、割合が、LVF が保たれている割合が少ないので、どちらかというと、ディレイ群の方が、心機能が、やや悪めというふうな結果です。で、冠動脈病変に関してはですね、全体では 6.4% で、LM 病変を有していて、50% 以上の割合で、LM を含む、多死病変であるというふうな結果でした。で、治療に関しては、PCI、それからバイパスといった、血行再建の施行率っていうのは有意差は特になくて、その他、退院時のメディケーションに関しても、特に両群間では有意差は見られませんでした。で、フォローアップの中、フォローアップ期間の中央値は約1098日なんですけれども、プライマリーアウトカムであるオールコーズモータリティと、まず全死亡で見てみると、まずディレイ群ですね。っていうのは、3年間で 17%。アーリー群では 10.5% と、優位にディレイ群の方が3年予後が悪かったというふうな結果で、セカンダリーに関してもですね、同様にディレイ群の方が 23%、アーリー群で 15% というふうに、優位にディレイ群でセカンダリーアウトカムの発症率が多かったというふうな結果になっています。これ、タイムゼロは入院ですか？これそうです。フォローアップ期間、入院時の、ゼロとしてます。オンセットじゃなくて入院時ですね。はい。はい。で、一応ですね、プライマリーアウトカムであるその全死亡で見てみると、一応ハザードレーションは 1.35、セカンダリーアウトカムの、
ハザードレーション 1.24 というふうに、まあ、こちらも、まあ、ディレイ群の方でですね、まあ、1.35、1.24 と、まあ、それぞれ示されておりました。で、セカンダリーアウトカムの各項目で見てみるとですね、このディレイ群では、この心臓死、それから、心筋梗塞の再発っていうところは、まあ、優位にディレイ群の方で高かったんですけれども、そのセカンダリーの項目の、ですね、まあ、心不全での再入院、それから、まあ、血行再建、再血行再建ですね、の優位差っていうのは、こういったところでは、あまり優位差はなかったというふうな結果になっています。一応、これらの傾向っていうのは、プロペンシティスコアマッチしても、まあ、同様な傾向でありました。で、次にですね、症状出現から、まあ、病院受診までの時間、このシンプトムトゥードアタイムと、さらに、病院受診してからですね、まあ、要はドアトゥーバルーンって言ってますけど、ドアトゥーカテーテルタイムですね、っていうのを、まあ、含めての今度検討してみたようなんですけれども、まあ、ノンステミ患者で、そのドアトゥーカテーテルのタイムが24時間未満と24時間以上の群で、まあ、それぞれこう、グループを作ってですね、4つのグループに分けて、まあ、検討しております。で、ノンステミ患者で、そのドアトゥータイム24時間未満の群と24時間以上の群でですね、まあ、それぞれ比較してるんですけど、まずこっちがそのドアトゥータイムですね。こちらでは両群間で優位差なくて、さらにその、このシンプトムトゥードアタイムで分けたときに4群間で分けても、それぞれ SD タイムに関、ごめんなさい。このドアトゥーカテーテルタイムに関わらず、それぞれ、この STD タイムで見てもですね、24時間未満の方がこの下の方で、24時間以上の方がまあ上なんですけど、このドアトゥーカテーテルタイムっていうのは、こういった統計的には全然優位差は出なかったというふうな結果になっております。なので、いずれにしても、このシンプトムトゥードアタイムのところで、まあ、優位差が出たっていうふうな形になります。これ、カテドアトゥーカテってことはドアトゥーバルーンじゃ必ずしもないと思うんですけど、はい、カテ、PCI ってどのくらいの割合でやったんでしたっけ ?PCI は、もう90、ごめんなさい、85% ですか。じゃあ 15% はやってないですね。はい、ありがとう。で、まあ、それぞれですね、今回の study で、その年齢、それから性別、あとは共通の正常、呼吸困難、急波の有無、それぞれ、まあ、さまざまな要素でですね、サブグループ解析してるんですけれども、一応、こういったすべてのグループで、まあ、その、今回のディレイ群ですね、まあ、ディレイ群の方が死亡リスクが高いということが、まあ、示されてるんですけれども、特にこのグレーススコアで見たときに、この140点以下ですね。まあ、要は、ローから、まあ、モデレートリスクの患者群の方がですね、まあ、実は、そのアウトカムが、このハイリスク群に比べてちょっと高かったというふうな、結果も、示されております。まあ、それ以外に関しては、特に優位差はなかったんですけれども、まあ、全体的には、やはりディレイ群の方で予後が悪いというふうな結果になっております。で、次に症状を自覚してからですね、病院受診までのそのプレホスピタルディレイの予測因子っていうふうになるんですが、まあ、患者背景についてですね、多変量解析すると、まあ、この75歳以上、それから女性、非典型胸痛、呼吸困難、あとはイマージェンシーメディカルサービスの不使用、それから糖尿病っていった、まあ、この6つのですね、まあ、要素っていうのが、その病院受診が遅れることとなる、まあ、予測因子であるということも、統計学的に判明しております。で、ディスカッションなんですが、まあ、本研究はそのノンステミ患者のオンセットから病院受診までの時間と3年間の死亡率を検討した、まあ、初めての大規模な、まあ、スタディでありまして、で、得られた結果っていうのは主に3つで、1つ目はそのオンセットから受診まで24時間以上経過した場合には3年死亡率が高いという一方で、ただ受診からですね、カテーテル指向までの時間っていうのは、それには影響しなかったということがあります。で、2つ目は、まあ、ディレイ群ではですね、まあ、いずれのサブグループ解析においても、まあ、一貫して死亡率が高いっていうことが示されたんですが、まあ、特にグレーススコアで見たときに、高リスク、
に比べて、その低から中リスク群の方が死亡率が優位に高いという結果でした。で最後に、ノンステミ患者において、まあ、こういった、6つの項目っていうのが病院受診が遅れてしまう、まあ、予測因子であるということが示されました。でステミ患者の場合はですね、まあ、これまではそのドアトゥーバルーンタイムっていうところを、まあ、いかに短縮させるかっていうところに注目されていたんですけれども、それよりもですね、まあ、オンセットからその再還流までの、いわゆるその総拒絶時間がより重要とされていて、まあ、そのためには、やはりオンセットから、まあ、病院受診までの、オンセットトゥードアタイムですね。まあ、これをどのように短縮させるかっていうのが重要な課題でありました。で、まあ、今回はですね、ノンステミ患者での、まあ、検討なんですが、まあ、やはり、同様の結果で、ノンステミ患者においても、まあ、症状の持続時間を含む、その入院前の病院受診の短縮、病院受診までの時間の短縮っていうのをどのようにするかっていうのを、まあ、今後の課題になるかなというふうに思います。で本研究ではその、まあ、STD タイムですね、が遅延することでの死亡リスクについてのサブグループ解析されてるんですが、まあ、全ての項目でディレイ群の方が死亡率が高いという結果が示されたのはいいんですけれども、そのグレーススコアですね、それがまあやや低い方のまあローリスクの患者の方が予後が不良であったというふうな結果に関しての考察ですけれども、やはりこういった患者の方はですね、その症状、自覚症状っていうのを、まあ、結構まあ、経過観察してしまうことが多くて、まあ、病院受診が遅れてしまうんじゃないかっていうふうにはこの論文では考察されています。あともう一個の要素としては、もともとそのステミを発症してたんですけれども、まあ、受診が遅れて、その受診時にはすでにその ST レベルがまあ改善していた可能性っていうのもあるんではないかというふうに記載されておりました。あ、すいません。確認なんですが、これグレース140のは予後不良だったんじゃなくて、はい、これスタープロットを見ると、何でしたっけ、24時間以上経って、24時間、STD が24時間で、ワースだった人の方が、140以下で多かったっていう解釈なんですかね。あ、まあ、多かったというか、まあそうですね。一応、そうですね。はい。グレース140以上の人が、その全死亡が多かったっていうデータを今回出してなかったと思うんですけど。あ、そうですね。データとしては出てないと思います。この、うん、そうですね。サブ解析で、この、まあ、要はディレイ群の方が、あ、そうですね。そうですよね。そうです、そうです。予後が悪かったんじゃなくて、STD タイム24以上の時の、これ難しいですね。でもまあそういうことですよね。そうですね。予後が悪かったわけじゃないんじゃないかなと思ったんですけど。一応多分そこで、まあ、あとは統計的にちょっと有意差が出てしまったっていうのがここのところで、確かにそのグレーススコアが140以下の方が、まあ割合としては多かったっていうところに、シフトとドアが24時間を超えたときに、グレース140の方が予後が悪かったっていう話であって、はい、全体としても悪かったわけじゃないですよね。そうです、そうです。あ、わかりました。すいません。はい、あ、これです。で、まあ、これまでですね、従来糖尿病、高齢、女性っていうのを、まあ、非典型的な、共通を自覚するっていうことで、まあ、知られてた要素ではあるんですが、まあ、本研究でさらに分かったこととしては、まあ、病院受診までが遅れてしまう最大の要因っていうのは、まあ、要は救急システムを使用しなかったことで、まあ、それによって、まあ、病院のですね、病院受診前までのシステムの改善、まあ、それから、まあ、患者教育っていうのが、まあ、このノンステミ患者の予後を改善する可能性があるというふうに述べられておりました。一応結論ですけれども、まあ、遅れのノンステミはですね、まあ、3年死亡率が高く、まあ、予後改善のためには、まあ、いかに受診遅延を短縮させるかっていうのが重要であるというふうに結論付けられております。ということで以上です。ありがとうございました。今日は南先生より、ノンステミの、シンプトントゥードアが大事なんじゃないかっていう趣旨の論文だったかなと思います。いろんな解釈ができて、まあ、結構議論の違いがあるんじゃないかなと思ってすごく楽しく聞かせてもらったんですが、ちょっといろいろ前提を確認していきたいんですけど、今回は韓国の後ろ向きの多施設のレジストリってことでいいですか、はい、観察研究ってことで、
で、ステミの患者を抜いて、だいたい6000人ぐらいの患者を、STD タイム24時間で分けて、で、それ以上かそれ以内かで分けて、で、プライムエラーとかも、オールコースで3年を出とったと。で、まあ、患者背景を見ると、ディレイの方が、グレースが132点という、まあ、いろんな差ありますけど、まあ、ノンステミというか、MI の、まあ、代表的なスコアリングであるグレースは、まあ、132点ぐらいということで高めだったというところなんですが、プライマリアとかもやっぱり予想通り、ACD はアーリー群予後良好で、で、それから、全脂肪と再入院でしたっけ？に関しても、アーリーが良好。で、多変量解析をしたり、プロペンシティスコアマッチをしても、プライマリアとかに関しては、まあ、残るというところで、で、面白かったのは、ポストホックの解析というか、さらにサブ解析をすると、ドアトゥーカテーテルはあんまり意味なくて、むしろ、シンプトンというドアの方が、まあ、今回のその予後とはまあ関連があったと。ただこっちは注意点としては多変量解析とかプロペンシティスコアマッチはしてないので、そこら辺の因子調整をするとどうなるかっていうところはちょっとまだ解釈として分かってないっていうのはちょっと注意点の前提かなというふうに思いました。で、さらにちょっと深掘りしていくと、まあね、ノンステミってまずいろんな定義の仕方があって、そこら辺がまず大事になるんじゃないかなというふうに思うんですけど、今回のノンステミの定義っていうのはどうなってるんですかね。ノンステミはですね、一応ガイドラインに示されている通りの、まあ、トロポニンであったりとか、まあ、あとはその心電図でその ST 上昇がないパターンですね。あとは、まあ、そのタイプ1の、まあ、MI であったりとか、タイプ2とかも一応含まれてはいます。通常のガイドラインに記載されている通りのノンステミの定義が用いられています。はい、わかりました。まあ、心筋滞雑酵素と心電図変化ってところがメインなのかなというところですかね。で、これ今ちょうど出てますけど、まあ、プライマリーアウトカムに関しては差は出てるんですが、例えばこれ見ると、インホスピタルアウトカムとかは全然差がないですね。そこら辺って特に議論はないんですかね。そうですね。今回長期予後のところの話だけで、この入院中の部分に関しては特に記載はないで特す。になかったってはことい。ですね。わかりました。どうしようかな。先にじゃあ、皆さんに話を振っていこうかなと思うんですけど、ご質問ある方いらっしゃいますかね。どうでしょうか。高田先生とかどうですかね。はい、ありがとうございました。ちょっと死因がいまいちわからなかったんですけど、ノンステイ CS で長期フォローした時の死因っていうのはどういう感じでしょうか。ごめんなさい、もう一度お願いします。死因というのは、はい。ノンステイ CS で、まあ、ディレイ群で周りでもいいんですけど、その後は MI とか、そういうことになります。オールコードだけでしたっけ、これは。一応、オール構図ですで、もう明らかに非心原性じゃない脂肪が全部含まれてます。ああ、なるほど。心臓死以外もあるという、これ複合だけしか見てないんですよね。このそれぞれのコンポーネントでは、そうですね。差はありますか？特にもう心臓死っていうところだけで、今回のオールコーズですは、まとめられてたみたいです。あ、そうなんですね。それぞれのやつはないんですかね？それサぞブれカのル。やつはちょっとなかったですね。ああ。サプリメンタルの方にもなかったです。これも、あと結局、まあ、そのディレイにしないようにするにはどうしたらいいかっていうのが一番大事なのかなと思ってたんですけど、そこに関しては、まあ、なんとも言えないっていうことですかね。まあ、ちょっとやっぱり病院側としてはですね、ちょっとなかなか介入が難しいところなんですよはい。ね。まあ、やっぱり症状出現してから受診してくれないとどうにもできないっそうでていすうよね。のと、はい。まあ、あとはちょっと日本と海外でのちょっと特徴的な差もあるかもしれないですけど、その救急車を使うかどうかっていうところが今回の、まあ、因子として出てきたので、まあ、まずは患者自体にその病院受診を促すまあ、キャンペーンであったりとか、まあ、そういったものと、あとは救急車を使うっていうところが、まあ、このオンセットトゥドアタイムを短縮させるためには有用なのかなっていうふうな話です。なるほど。まあ、韓国ではってことですね。そうですね。はい、ありがとうございます。
とうございます。今話に出ましたけど、そのじゃあ病院をに早く受診することで、まあ、予後は改善するけど、ドアトゥーカテーテルは予後改善してないっていうのはどういう解釈をすればいいかってところは、何か踏み込んだ話ってありますか？これですね、あのすごい、なんでここがそのドアトゥーカテーテルタイムが全然影響しないのかっていうことは僕もすごい不思議に思ったんですけど、なかなかそこに関しては書いてないんですよね。だ一つの解釈としては、その病院に早く来ることで、その得られるメリットって、早くダプトが始められるとか、その、うん、薬物加療が早くできるってところに、そのメリットがあるのかなってちょっと思ったんですけど、そのやっぱりノンステイ CS のインベージブスあのナーセラピーっていうののエビデンスってそんなに構築されてない中で、あのやっぱりドラッグの方が大事なんだよっていうのが隠れメッセージとしてあるんじゃないかなと思ったんですけど、どうですかね。まあ、やはりそのノンステミの方はそのリスク因子であったりとか、まあ、あとはそのまあそうですね、まあ、そういったまあ併存疾患とか、まあ、そういったところがまあよりあのまあ複雑な人が多いっていうのもあるので、まあ、そういったところのまあ調整のためのまあ薬物治療であったりとか、まあ、そういったのはもしかしたら有用なのかもしれないですね。うん、まあ、血行再建が全てでは当然ないので、まあ、ちょっとそういったところは重要な因子になってくるかもしれないですけど、ちょっとそこに関してもまだわからない段階ですよね。うん、まあそうですよね。あの血行再建した時間は意味はないけど、早く病院に来た方がいいってことは薬しかないのかなってちょっと思った質問でした。他ご質問ある方いかがですかね。十条先生いかがですかね。あのお話を聞いていて、本当にその、ステミが遅れるとノンステミになるっていう可能性ってどのくらいあるんですかね。いや、これ全然わかんないです、僕。でも確かに、あの、あれですかね。あの、例えば最初ステミだったのが、例えばそのもう9波ができて、で、ST レベルも改善してきて、で、トロポニンは上がってるっていう。ただそれってもうもはやノンステミじゃノンステミですけど、まあ、ステミの範疇に入るんじゃないかなっていうふうに思うんですが。だからちょっとここに関しては、はい。確かに、まあ、再灌流をしてしまったノンステミになる人もいるのかもしれないなとは思いましたし、その、なぜ遅くなると、まあ、早く来た方がいいかっていうのは、ノンステミとステミを、まあ、その、リアルステミを区別できるからっていうことなのかなって思ったりもしたんですけど、でもやっぱりあんまりそんなこと、そういうケースって多くないのかなっていうふうに考えると、ノンステミの患者さんって LAD とか右じゃないからじゃないかなと思うんですけど、今回のカルプリットってどうですか？まあ、今回、まあ、約半数で LM があって、で一応ここですかね。まあ、あの実際 LAD とかライトで分けられてはなくて、その病変数ですかね。うん、まあ、一死である可能、あの、頻度が約 45% とか。まあ、でも一番多いのは一死ですね。ティミとかは分かります、初めの。これだから、ティミはですね、これこそ、はい、完全閉塞してないからステミになってないっていう患者さんで、だけど、多死だとか、LMCA の病変が多いから、結構リスクが高いっていうふうに考えていいんですか、うん。確かにそうですね。ティミとかに関してちょっとこれにはデータとしてはなかったので、実際に。これ載ってないですか、これ。レフトメインマルチベッセルの下。あ、ごめんなさい、これか。これ PCI ティミ。ティミゼロが、まあそうですね、4分の1。でもね、うん、だから4分の3の人はやっぱりもう、もともと完全には詰まってないけど、かなりフローが悪いっていうのと、うんうん、タイプ2とかも含まれてるっていうこと。はい。で確かに、だから必ずしもドアトゥー、カテーテルが早いかどうかはあんまり影響しなそうだなっていう感じもするし、うん、まあ、塩谷先生言ってたように、まあ、そのカテーテル以外の治療の介入の速さっていうのが影響しそうかなと思うのが、まあ、思いますけれども、ただやっぱりそのもう一つは、回旋子の閉塞ってやっぱりノンステミになりがちですよね。だからその辺の割合っていうのはどのくらいなのかなっていうのはちょっと、聞きたいところではありました。以上です。はい、ありがとうございました。
確かにその、まあ、ST が一過性に上昇してって人はどれだけいるかとか、まあ、CX の話は大事かなと思うんですけど、まあ、でもあの救急車内で ST が上昇してるけど、病院受診時は ST が上昇してない人だけを集めたニューイングランドを行えるとか、確か2年前、3年前ぐらいでしたような気がするんで、まあ、話題性はあるし、まあ、ある一定の患者さんはいるのかなっていう気はなんとなくしましたね。他にご質問ある方はどうでしょうか。拒絶ということで、島崎先生、もしコメントいただけたらいかがですかね。ありがとうございました。まあ、皆さんディスカスされてたんですけど、まあ、重要先生も今ちょっと触れてましたが、これなんか一子のノンステミ で、ティミーゼロが、まあ、30もない中で、まあ、これだけ差が離れていくっていうのはちょっとこう実臨床の患者イメージだとつかないんですけど、この予後が悪かった人じゃない、多子がどれぐらいあったとか、まあ、PCI をそのマルチベッセルにやったのかとか、あとはグレーススケールの内訳ですよね。やっぱり CK って多分なかったと思うんですけど、CK 上がってるか上がってないかとか、まあ、キリップがどれぐらいだったとか、そういうのって書いてあるんですか？まずですね、まあ、それぞれ、まずは、その多子で回るっていうのも、要は予後悪かったのが、まあ、ディレイ群の方になるんですけれども、まあ、それぞれ、まあ、ディレイ群、アーリー群でのそのティミーに関してはまず、まあでもこれグレード0のところなので、実際ティミー1とかティミー2っていうのがどれくらいの割合だったのかっていうのはまず示されてませんでした。一応そのキリップに関しても、まあ3以上っていうところで、まあディレイ群の方は確かに悪いには悪いんですよね。ただまあそれは統計的な話なんですけど、一応それは悪くて、まあグレースの方もまあ若干高そうな印象ではあるんですけど、これもまあ一応有意差についてたようです。他はまあ、例えばそのショック状態で来たとか、もう心停止状態で来たっていうところには差はなくて、だからまあちょっとここに記載されてるところ以外はですね、あまりわからないのでですね、実際トロポニンとかその CK の数値に関してもちょっと、病群間での差に関してはわかりませんでした。そうなると、これ、なんでディレイ群が悪かったかがちょっとわからないような気がしますけども、ね、時間だけって言われると、はい、その時間が何に影響を与えるのかっていうのがわからないと、まあ、もちろん早く来なさいっていうのは一番だと思うんですけど、そうじゃなくて、我々が介入できていくポイントっていうのが、このペーパーからだとあんまりちょっとわかんないなと思いながら聞いてたんですけど。そうです。僕もちょっと確かに、その通りだと思います。そうですね。いや本当にじゃあどうするんだっていうところの話を僕も最後したいなと思ってたんですけど、まあ、なかなか答えは難しくて、じゃあ早く来いっていうのは、まあ多分これ見ると、まあ要するに症状がないわけだから難しいっていう話になっちゃいそうですよね。で、ただ患者背景を見ると、やっぱりその遅れるには遅れるだけの理由があって、まあおそらく無症候性の心筋梗塞を起こしている人が多いっていう話なんじゃないかなと僕は思ってるんですけど、まあ高齢女性糖尿病が全部、無症候性心筋梗塞の、まあ、リスクになっているので、まあそれは一つ大きい理由になってるかなと思うので、で、じゃあ、そういう人をどうするかっていう、もし、さっき話してた、病院受診が、じゃなくて、病院受診が早くなるといい理由っていうのが、もし薬なのであれば、そこらの薬っていうのを早めに入れるための拾い上げをすればいいのかなとか、まあ、そういうことも少し考えてました。せめて、ASA をリスクが高い人に入れるとか、まあ、そういう介入っていうのは一つ方法としてあるのかなっていうのは、ちょっと感想ですけど、思って聞いてました。他にご質問ある方はいかがですか？大丈夫ですかね。ということで、今日は、ノンステミの、ドアトゥーバルーンではなく、シンプトンとドアがドアや予後に影響してそうだと。ただ、それはどうしてかっていうところはまだ分かってないので、これからの研究課題っていうところの論文だったかなというふうに思います。それでは、今日もコロナに気をつけて、いってらっしゃい。